Wi-Fi テザリングとは、スマートフォンなどの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると、外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。まずはじめに QuATab9Z8 で設定を行います。ホーム画面で基本機能をタップします。設定をタップします。無線とネットワーク内のその他をタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリング設定をタップします。ここからネットワーク名、パスワードの確認ができます。保存をタップします。続いて QuATab9Z8 のテザリングをオンにする設定を行います。 Wi-Fi テザリングのスイッチをタップしてオンにします。注意文を確認し OK をタップします。これで QuATab9Z8 の設定は完了です。先ほど設定、確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定し、ネットワークに接続してください。